みなさん、こんにちは。1分レッスンにようこそ、バニーサです。今日は、私と一緒に、新しい表現、学びましょう。Je me fais à 何々。Je me fais à 何々。Je me fais à 何々。直訳したら、私は私を何々に作り上げるとなります。意味がわかりませんね。どういう時に使う表現かな？実は、代名動詞、se faire à 何々には何々になれるっていう意味です。そして、se faire à 何々の se は、初号が je の時には me になりますよ。覚えてくださいね。何々の部分には名詞入れましょう。Je me fais à mon nouveau travail. Je me fais à cette chaleur.Je me fais à la vie en France. わかりましたか？ Je me fais à 何々。フランス人はよく言いますから、覚えておいてくださいね。それでは、またね。À bientôt!